国広陽子の今夜もシネマ。今週は暑い夏を盛り上げるウィークです。ということで、もう今公開中の映画ご紹介しましょうね。ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1。トム・クルーズって撮影の初日になんかコマーシャルなんかでもやってますけれども、断崖絶壁のノルウェーの山をバーってバイクで飛ぶでしょ。あれを撮影したそうなんですけれども、なんと7回も撮り直したそうなんですね。でしかも1年のリハーサルで500回のスカイダイビングして1万3000回もの1万ですよ1000じゃないの1万3000回のモトクロスジャンプをこなして、そしてこの撮影に挑んでる。もうここだけでもトム・クルーズ様もただものじゃないですけど、一番すごいのはやっぱり60歳で胸張ってバーッと20年前と同じぐらいの速さで走る、そのかっこよさ、姿勢の良さも見事でございます。